鷹の祭典3連戦、ホークス選手に大きな怪我が続きました。まずは8日、オールスターにファン投票で選出されたリリーフの要又吉が同点の9回に登板した。又吉、1人目のバッターの初球でした。打たれた後でマウンド付近でうなだれる又吉。右足のスパイクの紐を緩めます。スローで確認すると投げた後で振り返っているのが分かります。後に又吉本人がツイッターで音がしたと言っているように、その音に反応したリアクションだったようです。ベンチに戻ってそのまま交代。診断の結果、右足に2箇所の骨折などの重傷で、競技へ復帰するまで3ヶ月前後、今後はリハビリ組に合流することになります。10日の試合では攻守で存在感を示す三森が骨折しました。初回の打席でファーストゴロに気迫のヘッドスライディング、際どい当たりをセーフにします。しかしこの時のこのプレーで指の骨を折っていたのです。猛スピードでファーストベースに左手でタッチに行った三森。診断の結果、親指の骨折が判明しました。現時点ではその他は未定。貴重な中継ぎとリードオフマンの離脱。ホークス4連敗です。